イザナギの御事。愛がもたらした代償と戦った神。イザナキとイザナミは天地開闢の最後に生まれた神の世七世のうちの二人。それ以前の神様は男女の区別がない一人神であったが、イザナキは男神、イザナミは女神である。イザナキの木とイザナミの実で君となる。君とは男と女という意味がある。またイザナはイザナウの語源であり、誘い合う男と女を意味する言葉が生まれ、ここから愛が誕生した。それまでの神は永遠であったが、この二人により愛が生まれ、その代償として死を受け入れたのである。愛とは死をも超える存在なのである。荒廃することでより優秀な子孫を残し、新陳代謝が活発に行われるようになった。それはまるで単細胞生物から多細胞生物に進化した過程と似ている。その二人の物語が古事記で次のように描かれている。イザナキは国生み神生みにおいて、イザナミとの間に日本国土を形作る多くの子を設ける。妻が火の神であるタグツチを産んだ際、それが原因で死に至り、黄泉の国へ行ってしまう。イザナキは悲しみと怒りのあまりにその子カグツチを殺してしまう。それでも妻が死んだことを受け入れられなかったイザナキは、黄泉の国まで迎えに行くと決心をする。妻がいる小屋までたどり着くと、自分のもとへ戻ってくるよう声をかけた。彼女はこちらの食べ物を食べたからもう戻れないと答えた。しかしどうしてもイザナキは諦められない。それでもなんとか戻ってきてほしい。どうしても一緒にいたい。すると彼女から、それではこちら側の神様に相談するからしばらく待ってほしい、その間決して中を覗かないと約束してほしいと頼まれた。言われた通りにしばらく待っていたイザナキは、一向に戻ってくる気配がないのが心配になり、心変わりしたのではないかと不安に襲われ、約束を破って中を覗いてしまった。するとそこには腐敗し、体中にうじが湧いている変わり果てた妻の姿があった。その姿を見るなりイザナキは慌てて逃げ出してしまう。約束を破ったことに激怒した彼女は悪魔を放ち、イザナキを追いかける。一方のイザナキも、髪飾りから生まれたブドウ、串から生まれたタケノコ、黄泉の境に生えていた桃の実を投げて抵抗し、難を逃れる。最終的には妻自ら追いかけてきたが、黄泉の国の出口を大岩で塞ぎ、お前とは離縁すると言い放った。この時のイザナキには、彼女の昇進の気持ちを察するほどの心の余裕はなかった。それよりもあんなに美しかった妻の変わり果てた姿と鬼のような形相におじけづき、愛も一瞬で冷めてしまったのである。彼女はこうなることを予測して約束しておいたにもかかわらず、その約束を破り、自分を正当化しようとするイザナキに激怒し、お前の国の人間を一日千人殺してやると叫んだ。イザナキは、それならば私は一日千五百人産んでやると言い返した。死ぬほど愛し合っていた二人の愛は、
こうしてあっけなく終焉を迎える。愛を選び死を受け入れたにもかかわらず、危うく儚い愛。ボタンの掛け違いから始まり、もつれた糸はもう二度と元に戻ることはなかった。愛は深ければ深いほど良いけれども、深いがゆえに疑り深くなり、つまらぬ問題を引き起こすものである。